ベンシルバーマンマイナスとはアメリカ合衆国のインターネット起業家でピントラストというウェブサイトの共同設立者兼 CEO であるピントラストは世界中の素敵なアイデアを発見し整理するアプリであるピントラストを使うことにより料理旅行インテリアコーディネートなど素敵なアイデアを見つけて集めておくことができるユーザーはテーマ別に作成したボードに 気に入った画像を収集し、お気に入りのコレクションを作成できる。ピントラスト内で検索をしたり、他ユーザーのボードを見たり、ピンタレストのおすすめするピンを見たりすることで、お気に入りのピンを見つけることができる。また、ウェブサイトを閲覧している際に見つけたお気に入りの画像をピンにすることもでき、オンライン上のあらゆるところからピンを自分のボードに集めることができる。アイオワ州でもイン育ち。 高校生時代の1998年、マサチューセッツ工科大学が高校生向けに提供している EN リサーチサイエンスインスティチュートに参加。2003年にイエール大学の政治学種専攻科目を卒業。大学卒業後、最初は Google 社のセールス部門で働いたが、間もなく退職し、大学時代の友人だったポール・シャンラとニューヨークで出会ったエヴァン・シャープと共に、 iPhone 対応アプリケーションの開発を始めた。とはいえ、多くの失敗を経て誕生したのがピントラストだったのであり、初期のピントラストは、繰り返し利用してくれる定着したユーザーたち、ユーザーペースの数が少なく、ユーザーらがこのサービスに感じている魅力の程度、エンゲージメントも非常に小さなものに過ぎず、程度が低かった。シルバーマンは、 自身の失敗を周囲に言うのが非常に恥ずかしかったが、サイトの修正や改善を続けたと述べている。その努力の結果ユーザーが望むようなサービスが提供できるようになり、やっとユーザーが定着するようになり、ピントラストは今日全世界で1億人以上のユーザー数を誇っている。ありがとうございます。